物理センサーの実践をします。中に使われているプロセッサーの半導体は CC2564 というテアのチップを使っています。いきます、せーの。これで今の釣りの振りがあったことをバイブと音でスマートフォンから鳴らす機能を持っています、というようなデモです。以上です。